ちょっといい感じやん、君の相性合っちゃう感じやん、客観的に見てもニヤやん、趣味とか好きな音楽似てるやん、まんざらでもない顔しているやん、あれなんかちょっといい感じやん、君の相性合っちゃう感じやん、やっぱり出会いって奇跡やん、運命とか信じるタイプやろ、うちの子に持ってあげる、愛とか恋とかそういうのすっ飛ばして、五感で動いてみたらええやん、ちょっとだけ冷やかしてみてもいいかな、キス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 からの入籍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 、ノリで入籍してみたらええやん、君らお似合いやそれハッピーやん、二人これから一生ずっと一緒にいるよ、そこ婚姻届け役所に届けよ、入籍してみたらええやん、後のことは責任取らんけど、ちょっといい感じやん、もはや君はカップル同然やん、本格的に考え出してるやん、マジで市役所行こうとしてるやん、え、マジで市役所行こうとしてるやん、大丈夫マジ大丈夫、いや君らがいいならいいんやけど、いいのほんまにそれで大丈夫、え、ほんまに大丈夫な、愛とか恋とかそういうのすっ飛ばして、直感で動いてみたらええやん、冷静な判断今は捨ててさ、キス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 からの入籍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 、ノリで入籍してみたらええやん、君らお似合いやそれハッピーやん、二人これから一生ずっと一緒にいるよ、そこゼクシー買って式に備えよ、入籍してみたらええやん、多分2年以内に分かる、してみたらええやん、君らお似合いやそれハッピーやん、二人これから一緒ずっと一緒にいるよ、そこ婚姻届け役所に届けよ、入籍してみたらええやん、後のことは責任取らんけど、きっとうまくいくよ、なんとなくそんな気がしてるんだ、入籍してみたらええやん、きっと2年以内に別れるけど、してみたらええやん、ええやん、ええやん、イエーイ、おめでとう、ということで今日の動画も見てくれてありがとうございました。今日は宝部さんと初のコラボ動画でした、ありがとうございます。宝部さんのチャンネルも概要欄に貼っておりますので、よかったら見てください。皆さん明日もお楽しみに、待っててね、バイバーイ。